コピーやファックスの印刷時に記録紙詰まりになった時の対処方法を説明します。記録紙が詰まると、記録紙が詰まりました。取り除いてください。と表示されます。まずは記録紙を取り除きます。この時、紙を破かないように注意してください。 記録紙を取り除いても、メッセージが消えない場合は、蓋を開けて中を確認します。操作パネルを開けます。緑色のレバーを矢印の方向に押し上げ、後ろカバーを開けます。この部分に紙の切れ端が残っていないか確認し、残っていたら取り除きます。 次に、センサーレバーを確認します。これが、センサーレバーです。機種により、色が異なりますが、位置は同じです。通常、このレバーは倒れています。ゴミなどの影響で、このレバーが立っていると、紙詰まりとご検知することがあります。レバーが立っている場合は、指で軽く弾くと、 正しい位置に戻ります。何度かレバーを動かし、スムーズに動くことを確認してください。レバーが折れるなど故障の原因になるので、レバーには無理な力をかけたり、動作方向と違う方向に力をかけないでください。以上で、紙詰まりへの対処は完了です。なお、 記録紙の種類によっては、紙詰まりを起こしやすいことがありますので、弊社の推奨紙をお使いいただくことをお勧めします。